不動明王の火炎後輩初期の仏教美術の例、ガンダーラフツに見られる図工。後輩とは仏像、仏画などの仏教美術やキリスト教美術などにおいて、神仏や聖人の体から発せられる光明を視覚的に表現したものである。五光とも呼ばれる。仏教美術における後輩は、インド仏教では頭部の背後にある図工に始まり、その後体全体を覆う。 巨神孔が生まれた。仏教が登電するにつれて、頭と体のそれぞれに後輩を表す二重円孔が現れ、中国仏教や日本仏教において様々な形状が発達した。日本では、胴体部の背後の後輩を神孔と呼んでいる。形状による分類として、光を輪で表した円孔、二重の輪で表した二重円孔、またそれら円孔から線が放たれている放射孔、 レンゲの花びらを表した船形交配や、唐草光、宝珠の形をした宝珠光、飛天が排せられているものを、飛天光、多数の化物を配置した線仏光、不動明王などのように炎を表した火炎光などがある。これらの光輪は仏教に限らず、キリスト教の聖人図画などにも見受けられ、宗教全体で普遍的なものであると考えられており、 仏教以前のゾロアスター教のミスラ神の頭部には、すでに放射状の光が表現されている。ネイティブアメリカンの権威ある者や戦士が頭につける、羽間も元来は放射光状の後配を表していると伝わっている。ありがとうございます。